暑いね。夏だね。カレーだね。今回のソースレポはギータスのローゲンジョッシュソース。作ってるギータはイギリスのインド料理のブランド。これ以外にもいろんなカレーソースを作ってる。こちらのソースはカルディで買ってきたんだけど、この上に乗せてあるのが後入れスパイスがあってちょっと面白そう。ローガンジョッシュのカレーはインドのカジュミールで有名らしい。トマトが結構入ってて 25% トマト、玉ねぎもたくさん入ってる。あとヨーグルトも入ってる。一応中辛って書いてあるけど、まあどうかな。味付けは全部この中に入ってるから、ただ肉を焼いて煮込むだけ。ギータスの会社はギータ・サンタニが始めた会社。もともとカリブ海に住んでて、それからロンドンに引っ越した。最初はインドのチャットニーっていうソースを作って有名になったらしい。本格インドの味を自宅で楽しむっていうイメージでこういうソースを作ってる。ローガンジョッシュはだいたいラムかムトンで作ってて、今回使うのは骨付きラムロースステーキ、あとはプチ玉ねぎ。ナンもテイクアウトしたから一緒に後で食べてみよう。じゃあ作ってみよう。よし、できた。じゃあ食べてみよう。いい匂いがする。今日作ったのはラムチョップだから、そんなに煮込まなくても食べれる。まずはソースから。いただきます。うん、美味しい。まあインドカレーの中だったら結構マイルドな方だと思う。多分イギリス人の味に合わせてる。だけど後入れのスパイスが結構パンチ効いてる。だから物足りないって感じはしない。じゃあラムを食べてみよう。いただきます。うん、うまい。うん、やっぱりラムとインドカレーはすごいよく合う。ラムは結構独特な味がするから、まあ普段はそんなに料理では使わないんだけど、こういうスパイスがたくさん入ってる料理だとラムも美味しい。臭みが全然ない。玉ねぎも食べよう。うん、もともとこのローゲンジャーソースには玉ねぎが結構入ってるから、玉ねぎはすごく合う。ミニ玉ねぎは甘みがたくさん入ってる。じゃあナンもいただきます。うん、やっぱりインド料理はナンが合うね。チーズナンも一緒に食べてみよう。うん、チーズナンとラムのカレーはすごく合う。濃厚って感じ。これはうまいわ。まあ、もちろん自分でスパイスとか野菜でカレーを作るのが一番美味しいんだけど、そんなに難しい料理はしたくないな、ちょっと時間がないなっていう人は、このギータスのスパイス&ストゥーローゲンジョッシュソースを使える。簡単っていうポイントでおすすめ。辛いのを求めてるんだったらちょっと足りないかもしれない。それだったら唐辛子が必要らしいものも。
うま。じゃあみんな、ギータスのソースは食べたことある？コメントで教えてね。では、Show you next time!